あ、そう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 、もう全部なくして、うん、なくして、あ、つまり BGM とか全部なくして、あの生の状態で、うん、なんていうの、伝えていこう、自分の魂をもっとナチュラルに、もっと裸にし、ヌードにしていこうっていうことで、結構その BGM に頼ることすらもやめようっていう今状態なのね。じゃあもうかなりこう、うん、無駄なものは省いて、自分の声色と声と内容で楽しんでもらおうっていう。結構難しいんだけどね、うん、やっぱりなんかいつもさ、うん、思うのは、なかなか自分を出していくのって難しいじゃない、うん、で僕結構シャイな方だから、うん、壁を感じるわけよ、うん、他人に対してとか、うん、あと自分自身に対してとか、うん、なるべくこうその壁をちょっとずつ崩していこうっていうのがあって、こう裸の状態になるべく近づいていこうっていうのがね、素の自分、素の自分ですね。日々の生活の中の目標なんだよね、これが。まあ始めていいですかね。ああ、はい。じゃあテーマは流進さんがこう適当にね。はい、はい、じゃあ FM 流進堂 DJ の流進です。今日のゲストは石川直美さんでございます。どうもこんばんは。2年ぶりぐらいですかね。1年半ぶりぐらいですかね。結構ご無沙汰です、ね、かなりご無沙汰なんですけれども、はい、まあ軽くね、リスナーの方に説明しますと、僕の大学の後輩でございます。はい、はい、カンまあ今ね、彫刻まだ続けてまして、まあなんて言ったらいいの、勉強中なんだけど、もう作家としても先日デビューしましてね、京橋は山口ギャラリー山口で個展をしましたわけですよ。で今日ちょっとその個展の話でも聞こうかなと思ってるんですけれども、いいですか。どうぞどうぞ。じゃあその個展の、まあ、題名だとか素材だとか、まあ、どんなこう思いで作ったのかっていうのをちょっと聞かさせてください。事故には気をつけつつ。わかりました、はい、ドライブデジオでございますね。そうですね、まず、はい、11月16日から、はい、1週間21日まで、はい、初個展をしました、はいはい、で展示名は特になくて、うん、石川直美展でシンプルにね、はい、個展をやりました、はい。それで私はずっと鉄の彫刻を学生の時からしてて、うん、でまあなんていうんですかね、まあ今までやってきたことの、うんうん、まあ、まとめというか、こう今までこう6年間この大学にいて、うんうん、こういろんな人に見てもらいたかったっていうのと、うん、まあ、自分がこの彫刻コースに6年いて、うん、彫刻っていうものを自分がどういうふうに捉えてるのかちょっと確認してみたかったっていうのを、うんうん、で、まあ、個展を やりました。はい、はい。作品の題名とか、あと、まあ、どんな作品を作ったのかとか、聞いた人が分かるよ、ね、見た時に見てないけど見た感じで伝わるような見た感じで伝わるようにちょっとお願いします。作品は、うん、鉄板にこう直接線をドローイングして、うん、それを、その線を残して溶断というか、まあ、火で切っていくっていう方法でこう網のようなものを作ってるんですけど、はい、まあ、それは学生の頃からだいぶずっとやってて、うん、で今回はそれを、大きいもの
を3枚作ってそれを、ギャラリー山口さんの、うん地下のスペースに置く、うん、ということをしました。題名はちょっとあんまり題名あんまり言いたくない言いたくない言いたくない、まあなくはないんですけど、あるんですけど、うん、その網目状に鉄を切っていく、うんっていうのは、はい、こう直美さんにとってどんなこう意味があるでしょうか。意味なぜ網目状に切ったんでしょうか。なんか昔はその網、うん、なんだろう、植物の葉っぱとかの葉脈をこう鉄を細く切って、まあ、溶接していくっていう風に作ってたんですけど、うんはい、まずその溶接じゃない方法、溶接は溶接で、まあ、良かったんですけど、うんこうまあ、見た目上はくっついてますけど、うん、こうその物自体はもともとくっついてるものじゃなかったので、うん、それをどうにかこうくっつけて見せついなんていうの、繋がってるように見せたかったので、あ木で例えると、うん、こう寄せ木で作るんじゃなくて一木でやってみたかったと。そうですね、うん、そういうことです。それはあれなの、じゃあこう原点に戻るみたいな意味があるの、というか溶接以外の方法でなんかできないかなと思って、うんうん、それとまあ木とか植物形態がなんかそういう、うんうん、モチーフがちょっと借り物だなと思って、うん、ほんとなんか、うん、そういうモチーフがあっての作品じゃなくて、うん、ほんとなんかこう自分に近づいた内容で制作したかったっていうのもあって、うん、その、まあ、葉脈のようなものはもうやめて、うん、で、まあ、鉄板にドローイングして、うん、その物自体はもともとくっついてるっていう風なものを作りたかった、うん、ですね。なんか答えになってるんですけど、ああ、そんなような、そうなんだ、うん、僕じゃあちょっと勘違いしてて、うん、あの僕葉脈のシリーズの続きなのかなと思ってたのね、うん、っていうのは、うん、あの見た目の形がなんとなく似ているの、うん、で、ね、そうそうそう、三田村じゃなくて、うん、見た目がちょっと今までの作ってきたものに非常に似ていたので、うんまあ、テーマも似てるのかなと思ったんだけど、うん、あ全然違うんだ。なんかあの6年間さ、うんうん、作ってきた中で、うんまあ、最後の4年は特に鉄ばっかりだったんだよね確か。あそうですね、3年生から今までずっと鉄ですね、うん、でそれで作ってきた中で、うん変わってきたこととかある、変化してきたこと。変化してきたことは、うん、まずそのモチーフが変わっ、モチーフっていうか、うん、その作るテーマが変わったっていうことと、うん、あとはなんか前はもっと彫刻を作ろうっていう意識があったんですけど、うん鉄板をくり抜くシリーズ、うんまあ、そういうのになってからは、うん、彫刻とかあんまりそういうジャンルを気にしないで、うん、自分の好きなものを作ろうっていう、うんうん、風に変わりますね。それが一番大きかったかもしれないですね。